こんばんは。メリークリスマス。ちょっと告知をしてない、告知をしてないクリスマス配信なんですけど、こんなにもたくさんの方がすぐに来ている。おやおや、名探偵オキポの推理です。皆さんはもしかして今日予定がもしかして予定がももしかしてないのではないでしょうか。そんなそんな今日もお仕事だったよっていう皆さんのために配信しましたよ。オキポが、やばい、声ガサガサだねこれ。メリークリスマス。オキちゃんのために予定キャンセルしたって、やばい、責任取れない。マイキューとの出かけ楽しかったかい？そう、今日はマイキューとクリスマスマーケットに行ってきました。夕方ぐらいからかな。そうで帰ってきて、まあなんかいろいろと買い物したりとかご飯食べたりとかして帰ってきて、でこの後はメンバーの家でクリスマスパーティー、ちょっと誰とするかは明日のメールで答え合わせしたいと思います。そうなんよ、なんか予定ないと思ってたんだけど予定できて嬉しい。そうなのよ。皆さんはまあ誰か予想しつつ明日の答え合わせを楽しみにしていてください。プレゼント交換なんかしちゃったり、いやなんか全然ねクリスマスって感じがなんかなくて、うん、なんかもうどっちかって言ったら忘年会に近い感じかもしれない。そうなんですよ。ソラハとパセリ、ソラハとパセリはちょっとお邪魔したら悪いので、ちょっとあの2人の世界にしておきたいと思います。うん、ちょっとリップ塗ろう、さっき塗ったけどなんか色薄いかも。ツヤツヤじゃない？これツラハがくれたやつずっと使ってる。いいね。オキチャンネル上がってる。え、上がった？よっしゃ、嬉しい。ちょっと待って、告知しようかな。 YouTube 上がった？よかった、間に合った、嬉しすぎる。今日の朝完成させて、昨日の夜あの配信で頑張りますって言ったんだけど、今日の朝完成して、でも今日なんか載せてくれなさそうだったから再度お願いしたんですよ。お願いします、今日お願いしますって。4分前に更新された。ちょっと告知だけしてくる、ちょっと待っててください。ちょっとよっしゃー、ちょっと告知ここでもしとこう。 YouTube 更新したよ。
ちょっとリプじゃない、ツイートしてきました。うわ嬉しい。皆さんぜひもう今ショールーム全然見なくていいんで、今見に行ってきてください。ぜひ7分後にお会いしましょう。いやーよかった、なんとか無事。今回の今流してる、ありがとうございます。今はなんかこの間の福岡であったリアルお話し会がサンタの衣装でお話し会だったんですけど、そのお話し会の様子を動画撮ってるので、配信後に見ようと思ったんだけど今見た方がいい。にまど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 撮りました。前はオンラインお話し会の様子はやったことあったんですけど、多分リアルはなかったから、そう、まあ、こんな感じだよみたいな。よかった、ギリギリあと1本か、今年いけるかな。あとちょっとだけど、あとちょっとだけど。うん、頑張りたいと思います。あと1回1万登録いきそう。あ、行くかな。結構放置してたから9000人ぐらいでずっと止まってたんだけど、1万人いくかしら。もう一本行く、いや行けたらいいな。卒業の動画とか出そうかなとか思ったりしたんだけど、卒業しますみたいな、もう今更かなとか思ったりか、もう年内の振り返り動画かな。卒業したらおきチャンネルどうなるの、ちょっとどうなるかはまだ不明なんですよ。まあ、もし引き継げなかったらメンバーにあげようかな。あげようかなって思ったけど、引き継げたら引き継ぎたいなって思ってます。ちょっと難しいか分からないけど。何でもいいから動画いっぱい出して2024年も頑張りたいと思います。 YouTube は YouTube は頑張りたいと思います。そうなのよ、よかった、本当によかった、更新されて。ありがてえ、ありがてえ、よかったです。ありがとうございます。今日はクリスマスだけど、そんなにクリスマスらしいことは何もする予定はなく、ケーキでも買ってくればよかったかなって思ったんだけど、今日はカニを食べたので結構満足しちゃいました。マイキューとカニ食べに行ったんですけど、美味しかった。今年は絶対カニを食べたいと思ってたんだけど、やっと食べれました。カニ鍋食べてきました。でもカニ食べてたらさ、なんかこう集中しちゃって無言になってさ、無言でもう2人でこうやってやってました。来年もカニ食べたいな。やばい、カニを食べたら満足感がすごいことに気づいた。そうなんです。でカニ食べてクリスマスマーケット行って家帰ってきて、まあ、家帰ってきてから1時間ぐらいあったんですけど、その間に皆さんからのカメコ STU のカメコ写真検索してみました。ありがとうございます。PR 舞台もカカツも全体もあったから、結構
ね、写真あのやっぱ撮ってくださる方が多くて見ました。本当に全部全部全部見て保存してます。ありがとうございます。すごい綺麗にレタッチしてくださっててありがたかったです。私なんか今日前金額ここに、あ、もう治ってる、もう治ってるんですけど、あのなんかクリスマスのライブだけなんかニキビができてたんですけど、みんながもう消してくれてて、その優しさに感謝しましたありがとうございます。でももう無事治りました。後になってるけどもう治りました。平坦平坦です。嬉しい。PR 舞台の後半のカメコタイムの写真は週末に作業しますね。もう多分なあと2ヶ月ぐらいはずっと英語させてると思うんで、カメコ STU でいつでも見ますいやークリスマスか、クリスマスかっていうよりもう年末かっていう気持ちの方がすごい強いんですけども、おきチャンネル見てきた、いい出来、うわーありがとう、嬉しい。そんな結構なんか編集するの遅くて、動画撮るだけ撮って全然編集するの忘れてたからよかった。結構3日ぐらいで編集したから間に合ってよかったですふり振られって知ってますか？知ってます、漫画ですよね視覚関係のやつね、少女漫画。私も少女漫画もちゃんと読みますからね。四角関係とか三角関係とかさ、そんなん現実にあるのかな、めっちゃ気になるわ。なんか気まずくないなんかさ、今日もさクリスマスだからかわかんないんですけど、結構買い物とかしてる時になんかもう男女比率のおかしいグループとか結構見かけたから、どういう関係なんだろう、それとも男女の友情なのかなとか、うん、思ったりすごいあのなんかおせっかいおばさんおきぽが出てきました。うん、ギフトありがとうございます。まあこんなあの恋愛話は広がらないんで、私のあの偏見しか出てこないからやめとこう。あの個人的主観による偏見なら死ぬほど語れるんですけどなんかそれ言い過ぎるとあのね、あんま良くないじゃないですか、あの偏見で物を語るのって。なのでやめとこう、あの真実の話のみをしよう偏見でも聞きたい。いやマジでね、私あんまりあの性格良くないから多分あの悪口ばっかり出てくる男女比率のおかしいグループの悪口ばっかり出てくるからやめときます。あの友達ではないだろうって絶対に友達ではないだろうってなっちゃうから、あのやめときます。友達だってありますもんね、友達だってありますよ、そりゃやめときます。あの偏見が出てきますので
心の中にしまっておきたいと思います。髪の毛切ったの？切ってないよ。ちょっとうちに巻いてるからかな。一応そんなに切ってはいません。うん、いやクリスマスか、クリスマスか、クリスマス。クリスマスか。今年のクリスマスは月曜日なんですね。タワーありがとうございます。トナカイのタワー、ホクサありがとうございます。サンキュー、メリクリクリスマスっぽいことでもするか。なんか皆さんメリークリスマス、メリークリスマス今年もいい子にしていた皆さんに、それではおきぽのサンタから何かプレゼントをあげようかな。さあ皆さん何が欲しいですか？いい子の皆さん何が欲しいですか？シンギングタイム。愛が欲しいらしいです。愛をもらったこともあげたこともない皆さんが愛を欲しがっているので、愛を皆さんにあげたいと思いますよいしょ。クリスマスに予定がなくてオキポのショールームを見ているみんな、そんなみんなが大好きだよ。だから彼女を絶対作らないで、彼氏も彼女も気になる人も絶対に絶対に作らないで、オキポだけ見ててね。でもオキポはそれに対して責任は取らないから訴訟とか起こさないでね。でもオキポはオキポのことだけをずっと見ててほしいな。オキポからのクリスマスプレゼントです。もうクリスマスプレゼントではないよね絶対。相手なんだ。僕は知らない。これは池ちゃんのソロ曲です。ずっとアイ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 言ってる池ちゃんのソロ曲です。そこに愛はあるんか。愛はあるんや。泣いちゃった。泣かないで。よしよし。僕は知らない、愛ってなんだ。今のでおきちゃんに惚れました。どういうこと？おかしいねそれは。おかしいねそれは。どういうことや。今日はなんか優しい。やばいよね私、これで優しいと思われてる普段の私ってどうなん？やばくない？やばくない？今日はちょっとあの強めキャラで言ってるから普段の方がもっと優しいです。カニ食べたおきちゃん元気だね。うん、カニのおかげで割とテンション上がってる。カニってすごいんだな。今日カニしか食べてないけど、カニってすごいんだな。
って思いました。なんかクリスマス曲のカラオケとかしようかなって思ったんですけど、今充電がなくて充電中なんですよ。あれ、これ充電できてんのかな。できてるわ。なんで充電できたらちょっとしようかな。今日はね、そのクリスマスマーケットに行ったんですけど、クリスマスマーケットでなんかイベントがやってて、なんかあのバンドの、あの吹奏楽のバンドのことってなんて言うんだっけ、ブラスバンドの、演奏会がやってて、クリスマスメドレーみたいなのを演奏してたんですよ。でそれ聞きながらなんかホットチョコレートとか飲んでたんですけど、それがね、なんか結構昨日の STU があのクリスマスライブでやった曲とかが結構流れてて、あの私桑田佳祐さんの白い恋人たちクリスマス歌ったんですけど、それとかも流れててね、一人であの歌ってきましたよ客席で今宵涙こらえて奏でる愛のセレネイ、今も忘れない恋の歌、雪よもう一度だけこのときめきをセレブレイ、一人泣き濡れた夜にホワイラージャジャンジャン、歌ってきましたよの火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた、外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く、あの赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる、うううううう、今宵よかった。でもね、あれも歌いたかった、クリスマスソング、バックナンバーさんの。なんか世代、一番世代かも、ドラマやってたからかな。なんか結構他の曲はなんかちょっと世代じゃなかったから覚えるの頑張ったんだけど、唯一あのブロックだったらクリスマスソングが一番なんか身に覚えがあるなんだっけ、どんなだっけあ、そう、ドラマの曲だった。何のドラマだったかな。できれば横にいてほしくて、どこにもいてほしくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい、いい、なんだっけ、でもそんなことを伝えたらなんと、なんだっけ、歌詞が出てこないわサンタどうやらに頼んでも仕方ないよな。アリちゃんのホワイトラブも良かったね。ホワイトラブ良かったですね。果てしない寺のやつ、ドラマ、あれだ、なんだっけ、五時九時だ、見てた。私はね、でもあれがやりたかったです。あのもし自分があのカラオケブロック、カラオケだから何でもできるじゃないですか。私はね、ももいろクローバー Z さんのね、サンタさんっていう曲がねやりたかったんですよ。めっちゃいい曲、サンタさん、タンさん、
サンタサンタサン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 タサン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 タクロースサンタサンタサンタクロースサンタサンタサンタクロースサンタサンタサン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 タサン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 サンサンサンタサンタサン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 タサンタサン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 タサンサンクロースサンタサンサンサンタクロースサンタサンサンサンタクロースずっとサン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 タしか言ってる曲ちょっとサンタえでもあれ楽しそう一回みんなでやりたいな STU ねももクロ好きな人多いからももクロ部を作ろうって言ってるんですけどねうんあかりんさんとかみちさんとかまいはさんとか結構いっぱいいるそう私もね結構好きだったので今も好きなんですけどこの時代が特に大ファンだったのでやりたかったなあと何があるだろうクリスマスクリスマス曲かうん、桃色歌合戦出てほしかったやってたい桃色歌合戦とてもとても出たいいつかぜひいつかぜひよろしくお願いしますうんマライアキャリーなんだったんクリスマス Be you キュルリンってしてみての話してなかったキュルリンってしてみては前話したかもツインテールは二十歳までってあなたは言わないでやっぱ清志隆人さんが書く女の子へのアイドルの提供曲が一番いいからね最高今日だから一時っていうかもう2023年はずっとその提供曲ばっかり聴いてたいろんなグループのその話かなうわちょっとあったかいなやばいまだホームアローン見てないクリスマスっぽいことしてないなって思ったけどホームアローン見てれないの忘れてたやらかしい毎年恒例なのに金曜日に放送してたんだあ知らんかったそうなんだホームアローンホームアローンをクリスマスに見るべきでしょわーやってたんだ勤労見てなかった残念ホームアローンとヒャダインさんのクリスマス何それ美味しいのを聞くのが定番ですうん クリスマスに関係うんあるあるなんか見たことない人やっぱいるんだねめっちゃ有名っちゃ有名だけどなんかねこう家族に朝起きたら家族がいなくて旅行に行った家族に置き忘れられてて家で一人でわちゃわちゃしてたら泥棒が入ってきてその泥棒を子供一人だけで追い返すっていうコメディードラマウトラマじゃない映画
面白いんよね。あれのさ、なんか前提とするあらすじがおかしいというかさ、いくら大人数の大家族だとしてもさ、何か忘れてるようなってお母さんが言うんだけど、子供忘れるみたいな、めっちゃある。最初のツッコミ33年前の作品、結構前なんだね。なんかでも金曜ロードショーとかでずっとやってるから、なんかずっと見てるな。あ、やばい、また癖で肩回しちゃった。今日も今日とて肩が凝ったクリスマスです。年越しまでにこの肩の重たさをなくしたいな。なんか癖で本当にね、歩きながらとかでも肩回しながら歩くから良くない、本当に。あー気持ちいい失礼しました。すごい音する。そうなんですよ、最近ねこたつがあるから、なんかソファーで寝ることが多くて、だからより凝ってるのかもしれない。うん、それもあるかもしれません。音がすごい ASMR です。肩の ASMR です。回すと楽、回すと楽です。とても痛ててて。個人ファンクラブの会員証届いてた。嘘、あ、なんか見たかも SNS で。お待たせしました、年内に届くことができました。あの先着だったんですよね、確か会員証が。よかった、皆さん届いてよかったです。ぜひあの記念に財布の中とかに入れといてくださいぜひぜひ、うん、まだ届いてる人と届いてない人がいるのかな。ぜひぜひ届くのを楽しみにしててください。ポストを見に行ってみて。ファンクラブ続くのか気になる。ファンクラブね、個人的には引き継げたらいいなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ分からなくて。でもね、1年会登録してくださってる方とかいらっしゃるから、引き継ぎで登録できたらいいなって思ってます。一番はなので、ちょっと皆さんお待ちくださいませ。情報を待っててくださると嬉しいですうん。今日は寒かったんでマフラーを買ったんですよ。女の子のっていうか、私のおすすめのマフラーの巻き方があって、超簡単なんですけど、あったかいマフラーの巻き方があって、まず首に長さ、こっち左短く、右をめっちゃ長く肩にかけます。で、長い方を前から回します。で、この短い方とをこう持ち上げた時にできるこの穴に入れます。これミラノ風巻きっていうんですけど、とても可愛いので、可愛いし暖かいのでおすすめです。
こうやって整えたらめちゃくちゃ首があったかいです。こんな感じです。詳細はこんな感じです。ちょっと服に着てやってるから変なんですけど、コート着たらいい感じになります。これ私がやってるマフラーの巻き方です。とても簡単。お手軽でしょ。とてもお手軽なんです。お手こでもいいの。マフラーに男女ないだ、ないだろう絶対ないだろう。そう、マフラー買いました。なんかマフラー家にもあるんですけど、今日寒いのに持ってくるの忘れたんで、巻いてくるの忘れたんで買いました。今年はいっぱいマフラー女子になりたいと思います。白系かわいい。今日確かに白ハートです。なんかクリスマスっぽいね確かに恥ずかしいマフラー編んだことある？あります。幼稚園の時になんか学校じゃない、幼稚園のなんか授業みたいなのでお母さんにマフラー作りました。それ以来編んでないです、いやなんか何事も手編みできる人すごいなって思いますね。私は絶対できないので、幼稚園でマフラー編めるのすごい。なんか編むっていうか、なんかめっちゃ簡単なやり方でやったんだよね。覚えてないんだけど、ただなんかガムテープとなんか割り箸を使ってこうなんかミニ編み機みたいなのを作ってなんかやった気がするんだけど、ちょっとあんまり覚えてない。でも全然あれよ、細いあの簡単なマフラーですよ人形とかにつけるような。ちょっともうやり方覚えてないんですけど、割と簡単にできた気がする。よし、そういうのやりました。すごい幼稚園。確かにすごい幼稚園ですよね。私の通ってた幼稚園もうなくなっちゃって、なんか今はその幼稚園を生かしたレストランになっててなんか外観は幼稚園なのに中がレストランっていう、とても複雑なことになってるんですよね。いつか行ってみたいなと思うんですけど、なんか学校風レストランみたいに生まれ変わっててちょっと悲しかった。いいけどなんか悲しい。私の遊んだ思い出たちがレストランになって、なんか給食が出てくるのかな。うちの幼稚園は給食ないところだったけど、お弁当流行ったけど、俺の高校も跡形もなく消えた。意外とそんなもんなのかな。歴史ある高校でもね、意外となくなったりするもんね。駐車場になった。うわ、なんか駐車場になるのがちょっと一番悲しいかも。いいけどなんかまだ、いやでも駐車場って一番役に立つからな、田舎は確かにそうなんですよ。
階の駐車場って2万3万するらしい。そうなんですか。私マイカー持ってないからちょっとあまり相場が分かってないんですよね。駐車場とかガソリン代とか。うん、何がいいのかもあんまり分かってない。レストランなら気軽に行けるじゃん。いつか行ってみようかな。出た高校の周りがめっちゃ発展してて悔しい。よかったやん、後輩が住みやすい環境になってるやん。なるほどね。卒業したら車の免許取るの。なんか取る予定はないんですけど、いつかのために取っといた方がいいのかなとは考えてます。なんか今のところもう全然いらなくてもいいかなって感じではあるんですけど、でもあって悪いことはないですよね、きっと。取った方がいい、いや思います。でも実際に車に乗るのが、車に乗るようになるのっていつなんだろうって考えたら、結局ペーパーのままずっと持っちゃうんじゃないかって考えてしまうんですよね。うん、だったら本当に必要になる時に取った方がいいんじゃないのかなって思うんですけど、岡山は必須ではあるんですけど、岡山で車に乗るのはちょっとなかなかハードルが高いですね。車ないとダメなんですけど。とてもとてもちょっと怖い。確かに身分証がないんですよ。だから私マイナンバーと保険証しかなくて、たまに困ります。まあマイナンバーができてから顔写真付きのはあるんですけど、確かに運転免許証だったらもっと楽なのかなとか思ったりもします。なんかアリちゃんさんとかが車めっちゃ乗ってるの見たらすごいなんかもうえっって気持ちになる。アリちゃんさんが車みたいな、なんかもうイメージがなさすぎて、免許持ってるのみたいな。車乗ってるのって、運転できるのって感じ。アリちゃんがほらみんな全然ほらイメージないじゃん。そうよ、アリちゃんさん免許持ってるんだよ多分。あの映画でこうやって変えて、あのちょっと困り眉毛の笑顔で多分取ったーって言ってるよ多分。アリちゃんさんは全然変わんないんだろうな多分ね。車に乗ってる時も歩いてる時も自転車に乗ってる時もずっと同じ顔してると思う。なんか想像だけど、絶対あのずっと同じ顔してる気がする。ずっと笑ってると思う。笑ってない顔を見たことないもん。多分笑ってると思います。だってマヨハさんも原付の免許持ってるしさ、なんか何気に年少組の方が免許そのままの流れで取るのかな。やっぱ18歳とかなった時に、私はさ岡山はもう18歳で絶対免許を取る人が多いのね。高校もう3年生の時点で決まり始めたらもう免許取り始めるんですよ。進路が決まった時点でみんな免許を取りに行くんだけど、私はもう STU に入ることが決まってたからいらないやって思って免許も取りに行かずに、あのタイミングで行っとけばよかったのかなって思った。うん、あれ乗りたい、キックボード電動の、それの免許と欲しい。
最近めっちゃさ、なんか貸し出しみたいなやってません？なんか自転車のところぐらいにさ。あ、免許いらないわ、そうだ。免許いらなかった。危ない。あ、でも確かにちょっと問題になってる時あるよね。じゃあ電動じゃないやつにしようかな、キックボード。小学生の時にめっちゃやってた。小学生の時はキックボードとあとローラーのついたスニーカーを履いて高速でいつも移動してた。なんか昔の方が移動速度速かったな、そう思ったら。ローラースケート、そうよ、流行ってたんですよ、私が小学生ぐらいの時は。ローラーのついたスニーカーが。で、あのスーパーとかで禁止になったん、地元で。子供にローラースケートを履いた子供できんみたいな。なんかそのみんなが滑るから、スーパーの中とかで。だから砂利道、道路のアスファルトの上をガリガリガリってしながらローラースケートで行ってた。うん、懐かしい。そんな思い出あります。かかとについてるやつ、かかと、うん、かかとかな。いや、なんかね、うん、ちょっと覚えてないわ。スニーカーについてるやつなんだよね。でも普通のガチのローラースケートを持ってた。でもそれは立つのが大変。なんか立ったら滑れるけど、立つまでが大変だったからあんまりしなかった。懐かしい。今全然流行ってないっていうか、今の小学生持ってないよね、多分。もう流行ってないのかな。うん、私の時はめっちゃもう大バズり。めっちゃ流行ってました。ヒーリーズか名前。そうなのよ、危ないから親が止める。まあ親はハラハラだろうね。子供はめっちゃ楽しいけど、なんかいっぱい怪我してたな、そう思ったら。ちっちゃい頃って。でもなんとかなってたから、子供ってやっぱ意外に強い。今の方が弱い、大人の方が弱い。泣いちゃう、すぐにこけたりとかしたら。久しぶりにこけたりとかしたらもうなんか涙止まらなくなる。一人でに慰めてくれる人もいないから、より止まらなくなる。ちっちゃい頃は転んでもすぐ保健室で消毒して絆創膏を貼ってもらってたけど、もう今は何も、誰も何もしてくれない。悲しい、切ないな。ギフトありがとう、ハッピーホリデーズ。もうちょっとしたら終わろうかな、9時43分。 YouTube 確認したい、早く。気になる。気になるっていうかあれだけど、皆さんチャンネル登録、10日チャンネル評価と高評価お待ちしてます。カラオケ、そうや、カラオケやろうと思ってたんや。充電できたんかね、これ。いけそうな気がするけど。イヤホンないかも。二人の夢が重なるイブに。あれ、ごめん、イヤホンなかった。あれ、この間あったんだけどな。
あれあれ、だいたいねこういうね配信の近くにねステーショナリーセットみたいなの置いてるんですけどね、この中にない。ここにねいろいろね必要なものを入れてる、ペンとか、これ耳掃除これは耳掃除です。これカメラついてる耳掃除機、スマホで見れる。そう置き場あるんや、ちゃんとね最近物に住所をつけてるんですよ。ここにね充電とかショールームで使うメモ帳とか入れてるんだけど、イヤホンがない、うん、どこ行ったんや。ありそうだけど、残念。これはスイッチ、動物の森、猫耳。あ、私の顔が映ってる。イヤホンの、イヤホンが家に帰ってきてません。これ可愛くないですか、前髪パッツンの8割お気に。イヤホン家出中でした残念。可愛い可愛いでしょ、お気に入りなんです沖ちゃんっぽい。嘘だ。よし、じゃあそろそろ壇上読もうかな。オッケー、壇上読みたいと思います。13位タオさん、12位ロジックさん、11位 M さん、10位師匠さん、9位バンボシさん、8位ペルさん、7位テリー P さん、6位とりあえずルービーさん、5位虫男さん、4位ジェリーさんでした。そして3位白熊さん、2位コボチャさん、1位がホクさんでした。最下1枚のみさん、ありがとうございました。壇上の皆さんもコメントしてくださった皆さんもありがとうございました。皆さんハッピーメリークリスマスでございます。まあ、クリスマスでもあるけど、もうほぼほぼ年末でもあるので、そろそろ大掃除の準備を始めましょう、みんなで。ありがとうございました。 YouTube も投稿したので、ぜひよかったら見てみてください。それではメリクリー、ありがとうございました。バイバーイ。配信ありがとう。ガチャガサありがとう。バイバーイ。